では次に25周年ということで、25年を振り返っていくつか聞いていきたいんですけども、まず一つ目、起業のきっかけっていうところで、お聞きしてもいいでしょうか。起業のきっかけ、まあいろいろありすぎて、まあ、直接的なきっかけは、当時働いていた会社でね、M さんっていう人がいて、その人が秋月電子みたいな会社作れたらいいねって言ったんだけど、その人は、まあ、いずれにしろ独立するっていう予定があって、で独立したら、まあ、少しずつねそういうことも、まあ、本業の仕事やりながらそういう秋月電子みたいなことをやっていって、まあ、ゆくゆくはこのその仕事だけで成り立つような会社を作りたいみたいなこと言ってたんだよね。で、その話聞いたときに、まあそんな簡単にいかないだろうと思って、で、自分は、起業するつもりなんて全くなかった。もうなんか概念すら丸ごとなかった。もうそんなこと考えたこともなかったし、自分の特性としてね、その優秀なフォロワーでいたいっていうか、優秀なリーダーじゃなくて優秀なフォロワーでいたいと思ったの。その支える側の立場として優秀な人になりたいってずっと思ってたのね。みんなに頼りにされてね、っていうような存在になりたいと思ってずっと生きてきたけど、なんかその話を聞いて、まあ最初は全く乗る気じゃなかった。3ヶ月ぐらいするうちになんとなくそうかなって思うようになって、で当時ちょっとその仕事でうまくいかないことも結構あってスランプだったんだよね。だからちょっとその仕事がちょっと嫌になってたところもあって、それでまあ起業したっていうより辞めたって感じだね。辞めた、まずは辞めた、何も考えないで辞めちゃって、若気の至りで、まあ、当時27歳でね、貯金もないっていう状態で、で、まあ、本当にそういう加減なちゃんと考えてなくて辞めた、で辞めて、でその後の、6年間ぐらいは、まあ、その M さんと結局ね途中でうまくいかなくなっちゃって、割とすぐにそれぞれでやろうって話になって、で M さんは何も結局やらなかったね。自分の仕事を、まあ、本業となる、まあ、電気の仕事なんだけど、空調設備の関係の電気の仕事をずっとやって今もやってると思いますけどね、まあ、そういう焼き継ぎ電子みたいなことはやらなかったですね結局。で私も当時プログラムの仕事してたから、だからプログラムの仕事で独立したんですよ。それが6年ぐらい続いて、だけどやっぱり私としてはそういう秋月電子みたいな会社を作るっていう夢はずっと持ってたんだよね。だから組み立てキットとか作って、まあ秋月電子みたいに売ろうと思って、まあ、チャレンジしたんだけど、まあやっても全然うまくいかなかったんだよね。6年間うまくいかなかった。で97年のことだよね、独立したのは。で2003年にミニ CNC っていうね、今のキットミルシリーズの前の名前なんだけど、ミニ CNC っていうのを2003年に作ってとか、まあ1年以上かけて試作を繰り返して2003年に完成して発売したのね。でそれが売れて、2004年ぐらいから売れたのかな。そこで、まあ、2005年ぐらいから初めて人を採用して、で、まあ、1年に1人とか2人採用してきたのが現在の姿だよね。だけど、最初からそんなこと全く予定にない。CNC をやるとさえも思ってないし、だから、起業のきっかけってっていうのは、これをやろうって決めて起業したんじゃなくて、まあ、会社をとにかく辞めたっていう辞めたことがきっかけで、まあ、自分で何か
こう秋月電子みたいなねことをやろうというぼんやりとした目標は、うん、まあ常にこう、ま、あの念頭にあった成果、うんま、実現に少しずつ近づいていって、うん、今の形になったっていう感じだね、うんうんまあ、しばらくその長い間結果が出なかった時期があったということなんですけど、うんうん、そこでもうあの方向性変えて転職、うん、他の会社にやっぱり再就職っていうふうにはならなかったんですね、うん、ならなかったね。あのプログラムの仕事では私は結構あの必要とされたんですよ。いろんな会社にもう仕事がもう断るぐらいあったんで、うん、あのその仕事で食っていくという自信はあったけど、うん、でもね自社製品で会社をやっていくということに対してはもう不安だらけだったね。あ、じゃあフリーランスとしてはしっかりできていて、うん、でもメーカーになるっていうところが難しかった、うん、そうだね。メーカーになるってものすごい難しいことだよね。あの身の回りのね持ち物を見てもらえばわかるけど、ほとんど大手メーカーの作ったもので、中小企業に作ったものなんて多分もあんまり持ってないと思いますね、うん、多くの人が。しかももちろん製品の値段って、ね、10万20万普通にするわけで、それをさ名もないメーカーから買うってなかなかハードルが高い。そういう企業になかなかなることはできないですね、うん、だからまあ、そこに行くには、まあ、本当に苦難苦闘の、ね、歴史というかそういうのがあったんだけど、まあ、なんとかねお客さんやみんなに支えられて、まあ、自社ブランドを持つメーカーに一応はなれたかなっていうのはありますね、うん、途中で寝れなかったのはどういうところですか。まあね、なんていうんだろう、失うものがあんまりなかったっていうのがあるかもしれないね、うん、やっぱさ誰にも迷惑かけないじゃん、極端な話、うん、なんかチャレンジして失敗してもさ、うん、会社潰れても極端な話、うん、別に自分だけが困るだけで、うん、そういうのもあったし、まあ、でもやっぱり強く願ってはいたかな、そういうあの秋月電子みたいな会社になりたいっていう、うん、当時の自分にとってはすごいねあの憧れだったんだ、うんうん、秋月電子っていうのはちょっと今とちょっと違うんだよね。昔の秋月電子ってあの昔信越電機って言ったのかな、ちょっと名前忘れちゃったんだけどね、うん、やっぱり個人をターゲットに売ってたんだよ、部品を、うん、今は法人、まあ、個人ももちろんあのターゲットにしてるし、だけど法人の、ね、ターゲットもすごい多いんじゃないかね、うん、だけど当時はどんどん個人を相手にしてると思いますね、うん、でそこにすごい強烈な憧れがあって、うん、それも続けられた理由かな、うん、いろいろあったけどね、ちょっとパッと思い出せないけど、うん、じゃあその若さと、うん、あとはこういうふうになりたいっていうイメージがしっかりあって、うん、それを支えに頑張ったっていう、うん、そうだね、そんな感じではっきりとした目的を持った企業ではなかったって感じですね、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。